JR 西日本はスマートフォンなどを棒の先に装着して撮影する自撮り棒のホームでの使用を今日から全ての駅で禁止しました。 JR 大阪駅では職員が自撮り棒の使用禁止を呼びかけるポスターを貼っていきました。 JR 西日本は自撮り棒の使用を禁止する理由として、撮影に気を取られてホームで列車と接触したり感電したりする危険があるとしています。また他の乗客とのトラブルを回避する目的もあります。乗客が増えるシルバーウィークの初日に合わせ、新幹線在来線のすべての駅のホームで使用禁止の措置を取りました。 JR 西日本はポスターのほか車内ディスプレイ用の映像を4カ国語で作成、自撮り棒を使うことが多い外国人観光客への周知も図ります。すべての駅のホームで自撮り棒の使用を禁じるのは全国の鉄道で JR 西日本が初めてです。